ヨモさんね、はい、明日の寮で見れました。明日の寮で見れました。中学時分ぐらいにはちょっとハマって読んでた、はい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 、アニメも見てた。おアニメっていうのはあの古いやつですか、あのサンドバッグになるやつ。僕ねあのサンドバッグにあの昔の明日の寮でもなく、あの漫画の明日の寮でもなく、明日の寮2っていうのはね、小学校ぐらいの時に朝やってまして、テレビ朝の確か2話、あそんな、はい、明日の寮2っていうのを最初に見て、なんかね多分明日の寮2が作られたのが多分1980年ぐらいなんですけど、その時はあのちょうど多分ベルサイユのバラとかそういうあの少女漫画がちょっとブームだったかな。ちょっとその元来のその秋田の城の男臭いっていうような絵ではなく、ちょっとこう女子受けを狙ったような、ちょっと美形キャラみたいな城をやったんですけど、なんかそれがね、すごくこう、かっこよく見えて、秋田の城2から僕はね、入って、2っていうのは、力士と戦って、力士が死んでから始まるんですよ。ああ、そうなんですか。多分、最初の秋田の城は、原作に追いつく、てしまうからっていうので、多分カードその分分かったかな。アニメ全部見てないからどこからどこまで。初期のあのサンドバックニーの方は、確かカーロスのところで終わるんですよ。原作で追いつくんで、でそこからそれが終わって多分10年後ぐらいにその続きでっていう形で明日の寮2が始まって、だからそれで歌とかも結構かっこよくて、あそう、はいはい、いいんだ。見上げればってやつ、星のようにってやつ。ああ、来てる。わからん。ラーシャル2は見てない。これは結構かっこいいんですよ。歌もかっこいい。ラーシャルの城って言えばやっぱり最終回なんですけどね。あれ当初最終回っていうのは、まあ、こう燃え尽きられるようになってますね。真っ白に。でも本当はね、あれじゃなくて、ラーシャルの城っていうのは、千葉哲也さんが漫画描いて、原作は梶原一騎さんってい う, こう分業制でやったりおられまして、で本来ね梶原一騎さんが考えた原作 の,、うん、最終回のあらすじは、まあ、ちょうど梶原一騎さんのその時タイガーマスクとか、巨人の星とか、そういうその原作のことでいろいろ人気作を抱えてたんで、ちょっとあんまりそんなこう明日の情報にこう集中できなくて、まあ、ちょっとまあこんな感じかなというので最終回を、まあ、なんかあらすじを考えた。で、まあ、それがホセと戦って、普通に試合では負けたんやけど、喧嘩には勝ったんだね、情報みたいなことをね、丹下段平が情報に言って、情報はこうパンチドランカーのあれもあるから、カーロスと一緒に残る余生をなんかこう過ごすみたいなので終わるんですよ。最初そんなんやったんやけど、千葉哲也さんがね、それを見てね、こんだけボクシングに命をかけてきて、最後に喧嘩で勝ったはないやろと、もうこっちの方で最終回は考えるっていうので、それを却下にして、千葉哲也さんが新たに、最後の最終回を考えたんですね。でその中で明日の寮っていうのは何がテーマなんだと、これをこう担当の編集者の方と、まあずっと明日の寮を過去からこう読んで、何が明日の寮っていうのがテーマなのかなって考えた時に、ジョーがノリちゃん、八百屋のノリちゃん、ノリちゃんがと一日デートするみたいな時があって、はい、でその中にその最終回につながるヒントがあったということなんですよ。もう一回読みちゃんをしてみたくなったね、はい、続きはまた後ほど